ジェイソン・リーはカナダのケベック州スタンステッド近くの農園で生まれたアメリカ合衆国の伝道師、開拓者である。オレゴン選挙師団の最初のものとなり、オレゴンカントリーに暫定政府初期基盤を確立することに貢献した。リーは村の学校に通い、13歳の時までに自立するようになった。メソジストへの改修を経験した後で、ウィルブラハム・アカデミーに入学し、 1830年に卒業した。1830年と1832年の間はスタンステッド地域の牧師となり学校で教えた。リーは1833年フラットヘッド族インディアンに向けた宣教手段の長に選ばれた。リーとその一体にはおいのダニエルリーも含まれており、ナサニエルワイエスの一体と共に山岳地を旅し、1834年に バンクーバートリデに到着した。それは、フラットヘッド族の者4名が、ミズーリ州セントルイスを訪れて、フラットヘッド族の人々に、お告げの中で予言された、神の書を携えた、誰かを送ってくれるように、クラーク将軍に懇願したことへの対応だった。最初に選んだ、伝道書は健康に良くないとして放棄した後、現在のオレゴン州セーラムの北西、ウィラメット川沿いの地に入植した。 D はおよそ1ダースのカナダ人開拓者に、以前はハドソン湾会社に雇われていた先住民の妻を見つけた。1837年初期、D は電動車の牛を購入するためにユーイング・ヤングと共にウィラメット牛会社に参加した。この地域の牛を独占していたハドソン湾会社の独占を破るよう考えたその事業に投資したからだった。 リーはその会社をカリフォルニアに連れて行く、ホブネロリオットに乗船したが、一緒に航海はしなかった。リーは、1836年さらには1837年にも、領土政府設立の請願書起草に貢献し、1838年には、東部に旅して、ワシントン DC に請願書を届け、途中でわらわら砦出に近いホイットマンで沿道書に立ち寄って、 マーカスとナルシーザのホイットマン夫妻とあった。リーは1830年代の間に伝道書の設立を続け、次第にオレゴン開拓地の領土組織化のために活動するようになり、アメリカ合衆国との連携を奨励した。1841年から1843年にシャンポーフで開催された領土組織化の予備会合を主催し、暫定政府の設立を提唱した。また、 教育の促進のために働き、オレゴンインスティチュート設立につながる計画を作った。先住民族に対する教育を無視することなど、先教団との問題もあって、1844年にニューヨークの教団本部に戻った。リーはスタンステッドの姉妹を訪れている時に健康を害し、1845年3月12日に死去。その遺体は1906年に、 オレゴン州セーラムのリー戦教団墓地に移送された。1841年にリーが使っていた家屋がミッションミル博物館の一部として保存され。1953年、オレゴン州はワシントン DC アメリカ合衆国議会議事堂の国立貯像ホールコレクションにリーの聖堂像を寄贈した。ワシントン州リッチランドとオレゴン州ポートランドの各小学校及び ワシントン州バンクーバーの中学校は、リーにちなんで名付けられた。アマングザンコーミーナムズ、オア、フラトヘッドトライブス、オブインディアンツオブザパシフィックコースト、p p 十三から十八トーマスクロスビー、W ブ,ブリックス、トロント、1九0 7ありがとうございます。